今週のプレーヤーをご紹介します。大会で優勝経験のある前川さん、足立さんペアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。足立さんは優勝した時どうでしたか？優勝できると思ってなかったので、うん、優勝した後は2週間ぐらいなんか夢の中にいるような感じで、本当に嬉しかったです。こっちは足立さん守らなあかんから、ストレートはこの時の役割分担で3分の1、足立さんこの3分の1一応。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。コーチ陣も驚く実力のあるペア、今週はどんなテニスを見せてくれるのか。いいですね。いきなり僕らのフォーメーション崩してきましたね。いや、いいですよ。今の配球、最後決まれば完璧でしたね。素晴らしい。足立さん、粘りの攻めを見せる。行くわ、ごめん。今よう取りましたね。ナイスキャッチでしたね。ナイスキャッチ。でもこっちに行きすぎてるから、こっちに流れた時に、ここ足立さんの位置をクロスに打っちゃうと相手からのオープンコートが大きいっていうね。やっぱりこうストレートに展開作っていかなあかんから、ああいう時ね。でそこでゆっくりこの辺に落とせるのがベストかなと。で相手の立ち位置見てロブでもいいんですけど、クロスに返しちゃうっていうのだけは、ね、でもナイスキャッチですよね。素晴らしい。このゲーム、佐藤コーチは意図を持って攻め続ける。無理ですよね。私が行くんですか？今のさっきの前にもあったようなシチュエーションだったんですよ。詰めるっていうことですか？そう、あの時に僕しつこくそこを狙ったら分かりますね。詰めろっていうこと。そう、あそこで、あそこを、はい、まあロブはね、正直あの位置おったら前川さん取ってほしい。あ、そうですね。あそこはあんまり下がってんやったら取らなあかん距離ではある。足立さんが行くというよりかは、前川さん行って、ちょっとやっぱりあそこが気になって、そこに集中持っていかされて上の反応が遅れてる状態、はい、やったらもうちょっと前に行ってメリハリつけた方が足立さんがちょっと行きやすくなったりするんですね。だから前川さんが打ってちょっと前に詰めたら、ちょっと前に行ったら、あ、じゃあ役割分担っていう感じなので、うん、足立さんはちょっと行きやすいな。さあペアは修正できるか。甘い、ごめん、いや、ごめんごめん、今のはペアだったね。今のは僕の方に足立さんが打たれたから、足立さんはちょっと前に来てくれたんですね、はい。でさっきのシチュエーション通りで、でまあまあ僕はそこでロブを選択したんで前川さんが取りに行くと、形はそれだったんですけど、はい、ちょっとだけ出遅れちゃったぐらいの。出遅れてる。じゃあ実はね、初めて組んだ。え、そうなんですか？試合では練習の一緒なの。全然なんか普段から、ね、前川さんすごい上手と思って。失礼やけど、いやでも本当いつも上手なんですけど。